皆さんどうも、イーダリフォータイムです。はい、というわけで今日はですね、先日ソロの7周年記念をお祝いした生配信をやったんですけれども、そこで結構いろいろね、皆さんからお言葉もらったりとか質問もらったりイラストもらったりしたんですけど、私の公式のインスタの方でも質問募集をかけておりまして、ストーリーズの方で、でそこで時間があったら答えるかもって言って質問募集してたんですけど、時間内に収まりきらず容量がパンパンになってしまったので、インスタの方の質問が答えられませんでした。なので今日は改めてその答えきれなかったインスタの皆さんからいただいた質問をちょっと答えていきたいと思います。まず、初めて作詞した時の心境とか覚えてますかってことです。初めて作詞したのが7月29日っていう、タイトルを結果つけることになった楽曲なんですけど、リッピーリッピーのアルバムが、出る時に一曲作詞してみないかっていう風に言っていただいて、ソロをデビューすることに対しての心境とか、これから歩んでいきたい道のりとか、見えてる景色みたいなのを書きたいっていう風にすごい頭の中では描いてて、楽曲はもともとあったので詞を後付けだったんですけど、そこに当てはめる歌詞はこうなんとなくドバーって書けたんですけど、最後の最後にタイトルどうしようみたいな感じで思ってて、でやっぱデビュー日っていうのはこれから忘れられない一生の記念日になるだろうっていうのと、7月29、729っていう数字もすごく綺麗だったので、で飯田里穂としての誕生日だったりとか、そういう記念日以外にもソロアーティスト活動としてのみんなとの記念日みたいなのを一個作りたいなと思って、7月29日っていうタイトルにしようって後から決めた記憶がありますね。7年前の7月29日に書いた曲でもあるんですけど、今また歌っても全然違うんですよ。伝わり方が、歌って本当に年月を経てば経つほどいろんな景色が見えてくる、みんなと作っていくってこういうことなんだなっていうのがすごいわかる楽曲ですね。729はリアレンジして20周年記念アルバムの方にも入れてるので、よかったらどっちもね、聞き比べてみてくれたら嬉しいです。リッピーが今までで着た衣装で好きな衣装なんですかっていうことなんですけど、後半にかけては結構こうナチュラルな洋服が多かったんですけど、前半とかはそれこそキスキスキスの楽曲をね、撮った時なんかは、あれは本当に七変化、何変化したのっていうぐらいいろいろ着させてもらって、今回もその7周年記念の生放送をやるからと思って、過去の写真をいろいろ自分の中で遡ってたんですけど、やっぱり改めて見てみたら、これ、やっぱすごかったなって思う衣装が、結構お気に入りというか、忘れられない。緑色のカリフラワーって呼んでた衣装とかあったんですけど、これカリフラワーって呼んでたな当時みたいなのも思い出したし、70年代80年代チックのレトロな格好をしたりとかしたのもあったし、その中でも一番ハードだったのが、あれはなんていうの、全身タイツじゃなくて全身レザーみたいな、全身ウェットスーツみたいなやつを着て、アフロのウィッグをかぶったんですけど、宇宙人みたいな格好をしようってことになって、その3パターンで撮ったんですけど、改めてその当時の写真見返して、これいやすごいなって、歴史あるなって思いました。あれは後にも先にもあの格好をすることは私の人生の中できっとないだろうなっていうレアな衣装だったなって思いますね。乗ってると思うんで見てみてください。私の全身ウェットスーツアフロ姿、かなり貴重ですからね。デビュー当時と現在とで、ここが特に変わったなってところありますかということですね。デビューから、レコード会社もね、一回変わりまして、リスタートとして、再デビューさせてもらったんですけど、なので、それがね、大きいところで言うと変わったことが一つで、でもやっぱり、デビュー当時は、自分の歌い方とかもこう模索したり、冒険しながらやっていたところもあったんですけど、最近になってこうステージに立たせてもらうと、やっぱこういうご時世でこうステージに立てることのありがたさもね、また染みてくるし、こう7年間歩き続けてできてきた、やっぱコミュニティだったりとかホーム感みたいな
デビュー当時とはちょっと違うのかなっていうのがあるので、今まで築いてきたお家にただいまって言ってライブに行く、ライブに行ってるんだけどただいまっていう気持ちみたいなのがやっぱデビュー当時とは変わったことなのかなって思いますね。何通か来てるんですけど、これからのアーティスト活動で挑戦したいこととか、7周年迎えしてチャレンジしたいことありますかって、個人的にはカバー曲が聞きたいですって書いてくれてるんですけど、そう、まさしくカバー曲をいろいろ歌ってみたいなーっていうのがちょっとあって、楽曲のジャンルにこだわらずいろいろ歌いたいものを歌うみたいな感じのなんかカバー曲やってみたいなって、まあそれを形にするのかどうなのかわからないですけど、いつの日かできる自分のソロライブでカバーライブぐらいに名付けて、カバー曲とかでみんなで盛り上がる新たな角度のライブみたいなのもやってみたいなって思いましたね。そう、何歌ってほしいですか、カバー曲歌うとしたらね。それとかもなんかアンケート募ってみんなで作っていくライブみたいなのをちょっとやってみたいなって思います。最近別のイベントでこうなんかいろんな楽曲をこう歌うっていうね、ライブとかに出る機会が多かったので、こういうのをみんなと楽しむのもありだなーってなんかちょっと自分の感覚の中に今あるので、カバー曲やってみたいですね。そう、7年間アーティスト活動している中で一番印象に残っていることは何ですかっていうのがあって、もう本当にどのステージももう魂込めて自分の命削って緊張しながら、でもみんなと楽しみたいって気持ちでステージ上がって、出ちゃったら出ちゃったで終わりたくないって気持ちでいつも帰ってくるっていうのがなんか不思議な感覚なんですけど、毎回のルーティンなのでこればっかりを多分何回経験してもその気持ちの循環って変わらないんだろうなって思うんですけど、そのぐらい毎回気持ち込めてやってるので、どれがとかって本当に順位がつけられないくらいたくさん印象に残ってること多いんですけど、中でもアコースティックライブっていうのをやらせていただいて、で文ちゃんにねキーボード担当していただいて、もうその文ちゃんのキーボードの音色一つと私の歌声だけでライブをねこういろいろ回らせてもらったんですけど、あれが結構自分の中で印象にの強く残ってるツアーだったりとかして、ライブだったりして、取り繕えるものが何もない状態で、本当に文ちゃんとの息の合わせ方一つでその会場の空間、私の歌声の見せ方が変わるみたいな、なんか一本勝負感がいい意味でこう緊張感もあったけど、届けたいものがすごくストレートに届けられたんじゃないかなっていう感じがして、始まっちゃうとやっぱそう取り繕えるものがないので一瞬でも気が抜けない、ピーンと張り詰めた状態でもその中にやっぱちょっと興奮とかも楽しさとかもあったりする、絶妙な空気感がなんかね今でも感じはちょっと忘れられないので、またやりたいなって気持ちもありますし、ぜひ味わいたい方はまたライブ来てほしいなというふうにも思いますね。もしソロライブ開催が決まったら一番最初に歌いたい曲はっていうことで、生配信の時に何でしたっけ、三種の神器みたいな、エモエモ三種の神器エモエモ三種の神器っていうイントロクイズから生まれた3曲があったんですけど、なんかああいうのもちょっと聞いたりしていろいろ思ったのが、7年前に歌ってた曲を今歌ったらどうなるんだろうっていうのが、生配信とイントロクイズやった時にすごく自分の気持ちとして生まれたんですね。もちろん20周年記念アルバムでいろんな曲をリカバーさせてもらったんですけど、もっと他の曲を今の自分が歌ったらどういう歌い方と聞こえ方になるんだろうっていうのが気になったりしたので、どれとかっていうわけじゃないんだけど、初期の頃の歌を一番最初に歌って出て、ちょっとみんなを胸熱にさせたい、それこそエモエモにさせたいなっていう風になんか思いましたね。最後、他にもちょっとたくさん来てるんですけど、最後はいきます。これから挑戦してみたいことはということで、まあそうですね、無事に7周年のお祝いもさせていただいて、まあぶっちゃけって言うと本当に生放送の時もちょっと言わせてもらったんですけど、こういう状況だったのでなかなかソロとしてのみんなとの距離感だったりとか時間だったりをなかなか作れなかったので、なんかそんな状況でこう7周年をお祝いしてくださいって言っていいのかなっていう気持ちも結構あって、結構そういうマイナスな気持ちも自分の中にあったんですけど、どうしようっていうなんですけど、やっぱりハッシュタグ
をね、スタッフさんも作ってくれたりとか、生配信やろうって企画してくれて、改めてそこのハッシュタグからみんなのお祝いコメントとか、みんなの思い出をこう辿ってったら、私7年間やってきてたんだとか、みんなの中にちゃんと思い出として残ってたり刻まれてたりするんだ、でこれからも楽しみたいって思ってくれてたんだって、なんか逆にみんなからすごくパワーをもらう7周年だったなっていう、本当に思ったんですね。やっぱりソロアーティスト活動って自分一人でやってるものじゃないんだなっていうのを本当に思ったので、その思いも背負った上で、やっぱりそろそろ歌を通してみんなとつながるライブっていう、ソロライブっていう空間をやりたいなっていう風に思いました。まあ、7周年改めてお祝いしてもらって、こう自分もなんかお尻を叩かれたと言いますか、もっとやっていこうっていう風に、やれるぞ自分っていう風に、みんなに本当に背中を押してもらえた7周年だったので、これは盛り上げていきたいと思いますので、いや7年目よかったよね、8年目ももっと盛り上がってちゃおう、水広がりだしねみたいな感じだったけど水広がりだしっていう風になれる7周年を迎えていきたいなと思うので、ラッキーセブンにあやかってぜひついてきてくれたら嬉しいです。いろんなご報告もできるように企画してい、きたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。飯田里穂のソロの楽曲はね、今まあ音楽配信サイトだったりとか YouTube でも MV 見れたりしますので、あの飯田里穂のアーティストチャンネルっていうのがまたあるので、ぜひそこから MV とかで見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。あの他にも質問来てたんですけど、ちょっと今日はこのぐらいでお別れしたいと思います。質問たくさんいただきありがとうございました。またねー。